配信中。今ブーメランで乗せます、待ってね。今撮ったやつ載せます。載せた。こんばんは。なんか髪の毛があんま何もしてないんだけどいい感じになってます。ちょっとコツつかんだ。何もしないっていうのがコツかも。このレイヤー、この長さのレイヤー。ちょっと下はもともとこの長さだから外に跳ねるんだけど、まあそれっぽく跳ねさしといて、短いところはささっとやったらなんかいい感じ、個人的にって思ってます。嬉しい。切りたいけどまだ切れないかな。いつ切りに行こうかなって感じです。2月入ってからだな。でも今日は何食べたの？起きてコーヒー牛乳飲んで、ストックしてるんですよ。コーヒー牛乳大好きなの飲んで、メイクとかいろいろして、茶碗蒸し、そう茶碗蒸し食べて、コンビニのめっちゃ美味しい、大きいんだけど本当美味しくておすすめ。茶碗蒸しは本当抜歯した、強制で抜歯したんだけど、抜歯した時もお世話になったし、強制器具つけて何も噛めない時にお世話になったんだけど、ちょっと最近も歯医者行きたてでめっちゃ痛いから噛めなくて物を、だからまた茶碗蒸しにお世話になってるんですけど、甘いの食べたと思って板チョコをさっき食べたけど、板チョコを噛むのですらもうなんていうの、なんていうの痛いの、とにかくもう罰ゲームみたいに痛くて、板チョコ噛むのが、だから舐めてたんだけど、板チョコを口の中で溶かすと美味しすぎて、なんかバレンタイン気分を味わいました。バレンタイン、なんか最近いろんなところでチョコの期間限定メニューとかやってるけど、なんでだろうって思ったら、もうすぐバレンタインだからなんだね。もうすぐバレンタインだからチョコのメニューやってるんだなって気づいた。歯医者おすすめって違う、歯医者行ったから痛いんですよ、矯正器具で。行かなきゃ痛くならないんだけど、行って器具を調整すると痛くなるっていう、まあ、経験者しか伝わらない話だからね。ほんと、もう バレンタイン作る、もうなんかね、なんかしたいなって思って、お菓子作りしようかなって思ったんですよ。せっかくだし、オーブンとか使ったことないからまだね、からお菓子作りしようと思って、何作ろうかなとか、
なんとなく考えたけど、なんかお菓子いっぱい作っても余るしなとか、お菓子作りするってなったらなんかいろんな機材、なんていうの、必要なもの、クッキングペーパー、クッキングシートかとか、なんか焼く型とか、粉もないし砂糖もないし、いろいろ揃えなきゃかと思って、ってなるとちょっとめんどくさいなとか思って思って、お菓子作りは今のところ、あ、はかりじゃん、はかり一番必要だよ、はかりが、はかり苦手だからな、もうお菓子作りはしないかもなって思いました。チーズケーキかなんかチョコタルトみたいな食べたいなと思ったけど、チーズケーキはこのなんか型みたいな必要だし、タルトなんて作ったら大きくて余っちゃうなとか思ったり、いろいろ気が向いたら、やっぱご飯、料理は適当でもできるからいいんだけど、お菓子作りって適当じゃできないから、ズボラな私には向いてないんですよね、絶対に。でもお菓子焼いてる時の匂いって本当に幸せじゃないですか、あの匂い大好き、パン焼いてる時の匂いとか、匂い嗅ぐためにっていうモチベーションで作れるぐらいあの香り好き。そう、クッキー焼いてる時とかね、なんか私今ミッフィーがすごいマイブームなんですけど、ミッフィーのクッキーの型とかなんかちょっと探してみたりして、絶対可愛いなと思って、ミッフィーのクッキーの型でクッキー焼いてちょんちょんってなんか顔つけたら、顔も簡単だしね、テントバツで。って思ってる。すごいハートが。お家、実家にはいろんな形の型があって、一時期クッキーとか作ってたから、いろんな形の型あるよ、星とか鳥とかクマとかハート、ペンギン、なんかフォークとスプーンの形とか、よくわかんない星とか、いろいろあって、サンタさんとか雪だるまとかあって、でもかぼちゃの、ハロウィンでかぼちゃの形のクッキーの型が欲しいなって思った時に、なんか買いに探しに行ってもなかったから作ろうと思ったことがあって、なんか牛乳パックを切って、なんかホチキスでそれっぽく止めて、端と端をでかぼちゃの形にしてやったことがあって、その時は本当に天才かと思った。図工も好きだからクッキーの型を作った時は本当に天才でした牛乳パックで、すごいよね。図工好きなんですよね。バレンタイン公演から1年経つね。早っ。懐かしい。本当だね。ツインテールしたな。これくらいの人生初ぐらいにツインテール公演だったから。思い切ってやって、その公演終わりにね、茨城ツアーのリハだったんだけど、そっか、茨城ツアーもできてないから瀬戸りとか言えないんだもんね。
あの曲とあの曲をめっちゃ頑張ってみんなで練習調したり、うん、なんか初めてやる曲だけどめっちゃおしゃれな曲をなんかいいポジションで歌えたりして嬉しいとか思ってたりしてましたね。難しかった結構ダンスが茨城は。なんか今日ちょっと電気の明かりを変えてみたんですよ。いつも暖色系の電気にしてて配信とかも、けど今日は寒色の白目の方のライトにしてみてどうですか、写りとか変わった？なんとなくちょっと違いますよね。でも明るい、こっちの方が向いてるのかな、そういう配信には。普通にいる時は暖色のライトの方が大好き。全然寒色のライト、違うわ。自撮りしてても全然違う。全然違う、すごい。こっちの方がいいんだ。オレンジライトダメなんだね、初耳学。ドボンしようかな。どう思いますか？やろ、ドボン。JST をちゃんと、JST ちゃんと見ながらやりましょう。痛いよ、こっちが。もうさ、ドボン開くたびに自分の顔出てくるのが嫌なんだよね。写真変えたいな。メッセージは新規投稿。どうしようかな。これ難しいんだよね。ちょっと待ってください。言わないで。あ、言っちゃった今。あーニーヌーネね、あった、オッケー。メッセージ投稿しました。じゃあ今15分だから16分30秒からやろうかな。
16分30秒からドボンしようと思います。あと1分、1時間経ってしまった。あ、みんな読んでくれたメッセージ。あ、これいいね。あ、いいね。あれ、まだゼロ。お、あと29秒。 JST 見てますよ。私は JST の時間でやりますね。時計ずれてない。 JST 見てるもん。10分前。マジでぴったり。お、え、早速なんですけど、早速みんなと当たったかも。イエーイ、すごい。多分2人。え、すごいね。やったぜ。私からだ。じゃあこれ。いや、すごい。 K 出したらみんな K 持ってた。え、スキップされた。またスキップ来た。よいしょ。あ、すごい。この人私の強いカード持ってる。何色にしようかな。何これ。あれ、わ、ドボンされちゃった。早速ドボンされちゃったんだけど。私が8出したらドボンされた。でも群馬ニアの方が勝ちました。おめでとう。あ、当たった。え、すごいね。早速やっぱみんな JST 見てたら当たるかも。じゃあ次は19分15秒にしようと思います。19分15秒。ね、あと1分。あと45秒。 JST ですよ。ごめん、ドボンしました。そうですよね、同じ名前だ。あと30秒。あと15秒。私はね、みんなの時計でやってね。15秒からですよ。どうなの。お、あ、当たった。またね、3人中2人が私推しっぽい。イエーイ。勝手に私推しだと思っちゃってるけど、いいのかな。でもマリア推し、清水マリア激推しってやってくれてる。やった、ありがとう。あ、また私からだ。じゃあ10出す。何色にしようかな。じゃあ青。あ、ドボン。え、嘘。ドボンした。イエーイ、やったね。あ、すごい。私推しの方が出したあれでドボンしてしまった。イエーイ、すぐ終わっちゃった。勝った。すごくない？早くない？
早い、終わっちゃった。じゃあ、じゃあ次はちょっと時間を置いて23分からにします。お、かずみん群馬にやさん、お城ありがとうございます。お城だ、花火上がってる、ありがとう。嬉しい。お城、お城、皆さん私と対戦できましたか？まだ4人ぐらい、4人群マニアをいた。今2回やって、みんな群マニアと当たってるかな。23分って言ったよね。23分ピッタで00秒にしてください。お、あとね40秒ぐらい。23分00秒か。JST 見てますか皆さん。 JST の時間で、もうちょいもうちょい、うい、どうだろう。お、あ、また2人いる。え、すごい、毎回2人ずついるんだけど、すごーい、やった、嬉しい。初めて見る名前かも。いる？違う名前でやってんのかな。え、嬉しい嬉しい。10秒ずらすといいんだな。え、ずらしちゃダメだよ。JST を見ながら、JST のもう世界的な時間でやってるから、私が時計ずれてるっていうネタもう終わったから。うわ、ドロー2。私今緑3枚、青2枚っていう弱、あ、来た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 。緑3枚、青1枚になっちゃった。わあ、かわいそう。え、やばい、緑しか持ってない。もう緑出して、誰か緑でお願い、お願いお願いお願い。ピンクにされた、清水マリア推しさんにピンクにされた。やばい、緑4枚になっちゃったんだけど。いや、持ってないよ。そう、ピンクで続いちゃった。誰か、あ、え、あ、清水マリア推しっていう方2人と私負けて、そうじゃない方が勝ちました。負けた。じゃあ次は26分40秒、26分40秒、あと1分ちょいです。
勝ちたいな。26分40秒あと1分。みんな JST 見な、 JST 見なよ。おうちの時計が絶対合ってるって方はいいと思うけど、携帯の時間もちょいずれらしいからね。あれ私なんて言ったっけ、26分40秒って言ったっけ。じゃああと30秒ぐらい。あと15秒。来るよ。おい、どうどう？全員がマニア、こ、ああ、違った。全員じゃなかった。また2人だ。また3分の2。ずっと3分の2なんだけど、逆にすごい。いるよね、ここにも。当たったって言ってる。負けないぞ。コメント欄にもいる、ここの今ドボンしてる方が。え、ピンクやだ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 。え、ピンク持ってない、ピンク持ってない、お願い、ありがとう、ありがとう。黄色持ってない、黄色もドボンされちゃった。あー、負けたけど勝った方は清水マリア推しです。おめでとう。いる、ここに。おめでとう。面白いね、ずっと3分の2で群マニアがいる。決まってんの2人までみたいな。楽しいね。じゃあ次30分ピッタで。ちゃんぴったりで押してるよね。ぴったりで押してるよ。まあぴったりで押してる方がきっとたくさんいるっていうことにしましょう。JST だよ。何回説明してんの JST。 もう JST の回し物みたいになっちゃってるんだけど、 JST の時間を見ながらビート刻んで、もう残り2秒ぐらいでこう画面をね、ドボンと JST だけにしといて、残り2秒の時にゲームプレイを押す、押すじゃない、残り2秒までこの画面見てて、2-1でこっちにドボンに戻って、その自分のビートで押してます。もうほんと JST を自分に叩き込むっていうか、それですね。何分って言ったっけ。30分ピッタだよね。次はあと20秒ですよ。そう、みんなでドボン、ここまで進めとくんですよ。 ゲームプレイを押すだけって時まで進めといて、でこっちを見ながら、はい、あと5秒、4-3-2-1プレイってやってます、私は。ほら、あ、全員群マニアっぽい。すごない？みんな絶対 GST 見てんじゃん。みんな GST 仲間がここに集まるんじゃない？嬉しい、みんな名前にマリアって入ってる。負けないぞ。
いる？ここに。あ、またこの間もペンライト振ってくれてた人がまた振ってくれてるぞ。私も振ります。いる？あーあー、黄色持ってない。あ、ピンクも持ってないよ。あ、黄色きた。きた、ピンクきた。あ、ピンクばっかり。なんで今日こんなにピンクないんだろうか。よっしゃ。ああ、もう います？いそう。いそうっていうかいるから一緒に当たってんだもんね、きっと。じゃあちょっと意地悪しちゃいます。残り1枚の方にドロー3。ごめんね。黄色、黄色お願い、黄色。あ、お、当たったー。だって当たってるよね今ね。あ、サンクラッター。だって私がドロースリーした人だ。ごめんね。めちゃくちゃいい戦いになってるんですけど今。ごめん、またサンクラはした。お、終わらなそうな戦い。長いな。よっしゃ、残り1枚。残り1、残り1。きた、上がります。イエーイイエーイ、上がった。長い戦いの末勝ちました。すごい、全員グンマニアっぽかったよ、なんとなく。やったね。勝った、勝った。じゃあ次は、あ、すごい、3分ぐらいやってたみたい今のターン。次35分10秒、35分10秒からやります。あと1分だね。当たるかな。すごい、 JST 見ながらやるとすごい当たるようになった。あと10秒。よっしゃ、ここら辺からもビーと刻んで10秒。はい、どうだ、どう。お、いる、ルーマニア。あれ、ちょっと待って、2連続2連続なんですけど。しかもこのあ、私からだ。はい、これ
いる、嬉しい。2人かな、また。あ、自分のタンクと思った。いい戦いしてます。ドボンした。イエーイ、ドボンしました。しかも私の名前入れてくれてる方にドボンしたみたい。やったね。強いんだけど最近私。ドボンしたら勝ちなの？やってないからわかんない。ドボンしたら、ドボンしても勝てるし、持ち手をなくしても勝てるっていう、まあ、やってみたらすぐわかるルールです。負けた。だって30分だから、本当にドボンしてると時間があっという間に過ぎますよね。すごい、2回連続とか結構あるんですね。せいちゃんさんと3回連続があります。すごい。なんで？すごい。じゃあ次は41分ピッタでいきます。JST ぴったりで押したら当たった。JST 有能すぎ。 JST ぴったりで当たったら、押したら当たったって方、2連続で当たってるから。あと
20秒、あと20秒、これをもうここまで進めといて、で GST だけを見つめて、はい、もうすぐ来ます。40分ピッタですよ。はい、どうも。お、え、全員、全員だ、全員群マニア、イエーイ。勝手に群マニアって思っちゃってるけど、違ったらごめん。やった、おお、セーフ。あ、バースト、かわいそう終わってしまった全員初っ端からドロースリー出しまくってすぐ終わってしまったかわいそう、ごめんね。この方だけカードが私じゃないんだよな、切ないなピエンピエンって言ってるバーストちゃんそこ終わっちゃったよごめんね、ドロースリー出しちゃったから。じゃあ次は43分30秒にします。ドボン楽しい。あっという間に8時になっちゃうな。あと15秒だよ。すぐすぎる？大丈夫？みんなまだ対戦中だったらごめんね。もうすぐだよ。どうだ？あ、なんか初めましての方がいっぱい。あれ、当たんなかった。なんかごめんなさい。ちょっとこれはみんなに逆にね、媚びを売って私推しになってもらおう。無謀。めっちゃペンライト振ってます今。残り1枚お願い。一生回ってこないんだけど。来た来た来た、お願い。うわー持ってない。うわ、どんどんカードが増えてく。来た。お、ラスト1枚。ピンク来い、ピンク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 。あー、ピンクピンクピンクがいい。来た、来ました、上がったー。すごい、思いは通じるんですね。
なんか今日すごい、今日もめっちゃ勝つ。お、ランクアップ。あ、すごい。メッセージいいねが増えてる。上がりました。一上がり。強いかも、もしかしたら。じゃあ、ああどうしようかな。せっかくだから8時ぐらいまでドボン。あー、うん、あー何時からだっけな。この後8時ぐらい、あと10分ドボンします。あと10分ドボンしてちょっとおしゃべりして終わりにします。配信今日はね、この後またリモートのあれがあるので、さっきもしてたんですけど、この後もあるから踊り覚えないとなんですよ。楽しみ。なんかズームなんかリモートでみんなに会えるだけでもすごい嬉しくて、打ち合わせとかリハとかで8メンバーとその画面上だけど顔合わせるだけでもすごい嬉しくて、早くみんなに会いたいなって思ったり、あ8好きなんだなって実感したりします。はなちゃんもツイートしてたよね、この前。じゃあ今48分30秒からやろうと思います。わあ美味しそう。あと30秒。もち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 、やばいやばい。どうだ、お願い。あ、あ、当たった。やっほー。私から。じゃあこれで すごい当たった。国を越えて、やっぱ JST すごくない？国越えてこうやって当たるっていうのはさ、 JST がどれだけ世界的な時間かっていう。 JST を教えてくれた方に感謝です。この前配信で持ってない。あと1枚です、お願い。緑、あーあー自分で緑、あ緑って言っちゃってる。ん？ドボン。あドボンされた。なんで8出すとドボンされやすいのかな。ドボンされた。
いい感じ。お、全員グマニアだったって。すごい。え、8はドボン狙い多い。あ、そうなんだ。え、狙うんだ。すごいね。なるほどね。え、なるほど。そっか、8ってどんな時も出せるからってことか。早めに出しちゃった方がいいのか、じゃあ。なるほど。じゃあ次は52分ぴったり、52分ぴったりにやります。もうあと30秒ぐらいだ。当たるかな、まだ立てない方と。え、なんかすごい時間かかったんだけど今マッチングに。あ、当たった。3分の2。またいそう。やっほー、手加減してね。待ちます。お、あと2枚。黄色ないよ、黄色ない。黄色ないよ、黄色ないよ。おお、いいね、いい感じ。みんな持ち手が増えてきてる、どんどん。あー、ピンクもないよ、ピンクない。ドボン、ドボンした、ドボンしました。勝った、イエイ。焦った、ドボンされた。だって今日ドボン率高いかも。じゃあラス1にしようかな。次は、次ラス1で55分30秒にします。ラスト。ラス1。さっきのいい感じってのがアプリのまんまやったわ。アプリの声のまんまってことか。お、あと20秒ですよ。くる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 、集中集中。どうかな。
いる。あ、え、全員じゃない、全員じゃない、全員、お、あ、いるいるいる、やっほー、嬉しい、みんな私の写真にしたり名前つけてくれたりしてる、来たーだって、やっほー、うん、あ、やっぱ、あ、緑ない、緑ないって言ったら、やばい、私のカード弱い、やばい、よし、いい感じだよ今。やだ。お、セーフ。すごい、 J が3枚あった。残り2枚、ドロースリーしたでしょ今、あと2枚だったのに、なんかいい戦いしてるんですけど、最後の最後にめちゃくちゃ、持ってない、起きた、めっちゃ長いこと戦ってる気がする、今ねえねえ、ドロースリーしないで、ごめんねごめんね、だっていいよ、ピンク、ピンクにして、ピンクにして、お願いお願い、ピンクピンクピンク、黄色にしたい手加減なしだな、めっちゃ長いんだけど戦いが、終わんなそう、これ終わるの、優しい、ピンクにしてくれた、ありがとう、イエーイ、いいね、ドロー3とドロー2してきた人に今からドロー2を返します、あー黄色ない、え、終わらないんだけど、めっちゃ激戦してるよ、やばい、一向に減らない
と1枚ずるいからドロー2です。全然終わんないよ。すごい決勝大会って感じ。勝ちたいな、ここまで続いたら。まだ終わんない、すごい。え、何分してんのこの戦い。あー持ってない、勝ちたい勝ちたい。え、やばい負ける。ピンクピンクピンク、あー青か。お願い勝ちたい勝ちたい。すごい。え、え、なんでパス？パス押してないのに。うわ、みんな残り1枚になっちゃったよ。私だけめちゃめちゃカード持ってる。あ、やだ。すごいんだけど、ずっと続いてる。あ、終わっちゃう？もしかして。うわ、終わんない。こんなことある？うわ、みんな3枚になっちゃった。みんな1枚だったのに残り。すごい、最後にふさわしい戦い。やだ勝ちたい。いいね、やった。ピンクある。スキップされた。ピンクあるのに。やった、ありがとう、優しいね。残り1枚。これ朝になっちゃうよ、終わんなくて。全然終わんないんですけど。何？終わった、ドボンで終わった。おめでとうございます。あーすごいね、すごい戦い。なんか疲れちゃった。何分してた？10分ぐらいしてた。すごい、でも2位です。すごい、お疲れ、お疲れ様でした。終わりました。すごい、何分本当にこの戦い。あ、対戦ありがとうだって。おめでとう、ドボン、おめでとう。すごい、こんな長い、なんか達成感ある。負けても全然達成感。いい戦いでした。わあ、終わっちゃった。ありがとうございます、皆さんやってくれて。またやりましょう今度。まあ今日は本当さっきの戦いがいい戦いだったから、終わりにふさわしい感じ、個人的にね。
もう8時か。配信はあと15分ぐらいにしようかな。イカは楽しみだなって。なんかね、実際にステージで衣装着てみんなで踊るっていうのができないんですけど、だからその代わりお家でみんなで配信でっていう感じだから、コンサートみたいにはできないけど、でもメンバー同士で選んだリカワで投票した順位が発表されるっていうだけでも結構楽しいですよね。メンバー人気の曲が分かるっていうか、リンの曲はもうどの曲も好きでもう激戦って感じ。曲のもうね、どんな順位でもみんな大好きな曲だし、ランキングに入ってない曲ももういっぱいいい曲があって、エイトは思い出の曲とかいっぱいあるし、でも1位上位とかに結構意外なものが入ってたりして、なんかあ、今のエイトにはこの曲が人気なのかとか思ったりしたな。エイトのランキングは結構びっくりした時もあったって感じ。私が投票した曲は入ってました。やっぱメンバー人気の曲って感じがする曲がいっぱいあって、なんかね、面白い。あ、みんなこの曲好きなんだってなった。逆にチーム A とか気になりますね。なんかチーム A とか、あとセカンドジェネレーションとか、なんかすっごく初期の時代かすごく最近の時代のランキングとか気になる。そこは知らない、自分が出ない、気になるな。どんな曲人気なんだろう。まあ、お腹空いてきちゃった。全公演見るの楽しみだけど大変。そうだよねでも3日間、明日は A だけで3日間に分けてやるのかな。うん、大変って思ってほしくないってメンバーは思ってるから、楽しんでもらえるといいなって思ってやってるので、なんか
担にならないように見てください、ぜひ。でもせっかくね振り入れした曲とかあるから、なんかいつかちゃんとステージで踊れたらいいなって思います。衣装着てちゃんと自分たちでやれる時があったらいいなって思ってます。12分、どうしようかな。なんか一曲ぐらい歌って終わりにしようかな。イヤホン。1曲とか言って1曲じゃないかもだけど、いつもみたいに OK にして、そして AKB どれにしようかな。じゃあ。これで、あれどこ？イヤホン。お、刺さった。歌えるはず。すごい最近落ちなくなりましたね、えらい。どうだ、私も CD 買ってった時、何の曲、何のカップリングでしたっけ。ビギナー iPod に入っててめちゃめちゃ聴いてました。すごいね懐かしい。で、8の4周年かな3周年かなの時の劇場公演で、私と奈緒ちゃんと紬とルカとあやねちゃんかなの5人でこれをやった気がする。あ、ビギナーかな、やっぱり懐かしい。ビギナー買ったもん CD。え、待って、もう一曲歌ってみてもいいですか。これともう一曲のカップリングね、好きだったんだよな。歌えるかなこっちは。懐かしすぎる。待って、歌えなかったらごめんなさいだけど、ユニットになる前のカップリングの
ディーバの曲で、私は佐藤アミナさん推しだったんですけど、アミナさんがこのディーバに入ってて、だからめっちゃ聴いてたし、アミナさんが歌ってるパート、さよならのところ、一番の B メロとか、あー来たーって、推し面来たってなってた。もう声がすぐ分かる声じゃないですか、アミナさんって。わー懐かしすぎる、ビギナー。そうなんだよね、懐かしい。めっちゃ聴いてました、この2曲とか。その君についてと泣ける場所とかよく聴いてて、 iPod に入ってて、でいつの間にかそのディーバがユニットとしてデビューとかになった時に、アミナさんが入ってなくて、あ入ってないんだってなったっていう思い出もある。懐かしい。懐かしすぎる。そう、秋元才加さんのイメージがめっちゃあったこの曲は。懐かしい。なんか歌いながらコメント欄見てても、みんなこの時代をすごい好きそうな感じでしたね。 AKB にハマった頃思い出した。だって懐かしいよね。やばい、めちゃめちゃ1曲とか言って歌っちゃった。もうじゃあ本当のラス1にしよう歌いたい曲決まってないけど、ラス1にします。本当にごめんなさい、何回も延長してる。やっぱ AKB はいいよな。じゃあどうしようかな。どうしようかな。じゃあこれで、ちょうど映像倉庫でこれを歌ってる自分を見たんですよ。で見てて、ちょっと振り間違えてて焦った顔してて笑っちゃったので、ちょっとやり直しますラスト1曲は絶対に2番は歌えないので終わりにしました。これは映像倉庫でチーム B のコンサート見てたら、すごく自分が振り映ってる時に振りを間違えてて焦ってたんですけどでも衣装とか曲調とか、なんかメンバーとかすごいなんか合ってて、みんな、私もちょっと背中が空いてる衣装だったんですけど、ポニーテールして後ろ振り返ったところが映ってて、我ながらちょっとなんか後ろ姿とか、あと横顔とかがちょっと綺麗に見える瞬間があったから、ぜひ私が間違えてるところもそうだしちょっと綺麗に見えてるところもあるから、いろんな面が見える映像倉庫なので、ぜひ見てみてくださいはい、ということで終わりにします。ありがとうございます、見てくれて。お、すごい、見て見てって言ったらみんな見てくれる、嬉しい。一番好きなコンサートは何回も言ってるけど、エイトの日の夜ピットのセクシーな感じのオープニングのセットリストが本当好きだから、ぜひそれもついでに見てみてください。美しきものでね、セリフも言ってるの、緊張してるからね。じゃあランキング読みます。じゃあ25位から読もう。25位キューベ、24位シン・グンマニア、23位リオン・グンマニア、22位カキクケ・コバさん・グンマニア、21位ホンベ、20位ピンクの小豚・グンマニア、19位カネちゃん、
18位うさっちょ、17位ジェリー、16位とち唐揚げラブ、これ見て唐揚げ食べたいってなっちゃったんだよね。15位ヒロ群馬ニア、14位ケンケン、13位ジョークスノー、ジョークスノー合ってるかな、12位タッチゴール群馬ニア、11位 MK 群馬ニア、10位三角おむすび群馬ニア、9位水回りしみこ群馬ニア、8位ヤマト対戦ありがとう、バーストごめんね面白い対戦ありがとう。7位ケンケン群馬ニア、この後も頑張ってありがとう、みんなも頑張って。6位ジャン群馬ニア、5位リオ幕張の群馬ニア、マリアと対戦したい人生だった、また絶対対戦しましょう、またやりますね、ドボン配信。あ、待ってカラオケ中になっちゃってる、あ、止めらんないのか、まあいいか。4位フット群馬ニアありがとう、3位マサル、マサル、2位カズミン群馬ニアありがとう、お城もありがとうございます。そして1位は ATMARK 保証紙、アットマークでいいのかな、アットマークっぽいよね読み方。1位アットマークさんかな、合ってる違う、ありがとう、教えてください読み方、合ってるっぽいね、ありがとうございます皆さん見てくれて。では結構長くやっちゃった、ありがとう見てくれて本当に、またやります、ドボンも私やってない時もやってねじゃあ終わります、またね、ありがとう、楽しかったです、バイバイ、おやすみ。